イモータルバーストアイルランドで生産され、フランスで調教された競争馬である。主なカチクラは2011年のコロネーションステークス、ジャックル・マロア賞。母サイド・オブ・パラダイスは、ブリーダーズ・カップ・マイルなどに勝利したラスト・タイクーンのートであり、フランスのリステッド・レース・カチウマである。父、ピボタルは、ランソープ・ステークスのカチウマで、サリスカなどを輩出している。 ドービルで行われた一切馬セールで、ロバートコレチョー教師に見出され46万ユーロで、落札、リチャード・ストローク氏の所有馬として走ることとなる。コレチョー教師は前日のラスト対空海や、ジャパンカップに勝ったルグロ流などを手掛けている。ドービル競馬場でのデビュー戦を解消すると、ロンシャン競馬場で行われる重賞のオマール賞に、出走した。わずか4頭立ての競争となったが、 ヘルボリンからゴバシン離された2着に敗れた。クラシックを見据えて出走した、ルーブル賞では一番人気に押されたものの4着、本番のプールでスセデプーリッシュでも11着と、精裁を書いた。しかし、サンドリンが無償で、後方一騎を決めて、重賞初勝利を飾ると、わずか2週間後に出走したロイヤルはスコット開催の、コロネーションステークスでも最高峰から追い込んで連勝。 G1 競争初勝利を成し遂げた。続いて、コバ、ボバとの初対戦となる、ジャックル・マロワ賞に出走した。ブリーダーズカップマイル3連覇など、ヨーロッパ調教馬、G1 最多賞記録を持つゴルディコバ、ガネーショーカチューマプラントゥール、サンチャリオットステークス2連覇のサプレザなどの競合が集まっており、イモータルバースはそれほど人気を集めてはいなかった。しかし、 道中最後方を追走すると、残り600メートルから進出を開始し、粘るゴルディコバを振り切って、G1 競争に連勝を達成した。自走は、クイーンエリザベス二世ステークスに出走、道中最後方で進めたが、無敗のフランケル、ムーランドロンシャン賞カチウマのエクセレブレーションに及ばず3着に、敗れた。この時イモータルバースはひずめを痛めて、 満足に調教できる状態ではなかったという。その後日本へ遠征し、マイルチャンピオンシップに出走したが7着に終わった。春シーズンは全休し、7月29日のロートシルト賞で復帰したが5着。連覇がかかったジャックル・マロワ賞でも8着に終わる。このレースを最後に現役を引退した。最新リポート、フッツのメトレーナーに本場を挑発、マイル CS。 ギャロップオンライン、ありがとうございます。